今回は11月下旬の畑巡りとして紹介します。植えてるけど、もうさ、これは家族さんに苗もらって植えたじゃん。ひまわり、秋冬のひまわりですね。今咲くっていうのは珍しいです。こうね、2メーター、高さ2メーターはあります。2メーターの高さまであるひまわりです。こんなですね。あ、広がってんの、こんな金作さんのあれ、それ何、カリフローレ、カリフローレ、おお。だからあの、本当だ、僕らブロッコリーってほら玉のやつを見てるじゃないですか、。これ開いちゃってるんです。あ、開いてるね、ここね。開いてる。あ、これも、あ、なるほど。上がそう。これがそう。うんうん、花のじ、あの玉のじがこう開いてから取るんだ。なるほどね。うん。これだ。これカリフローレね。あ、でかい。わあ、虫がいる。逃げろ。虫？虫じゃろこれ。な、何の虫です。虫か、なる。うん。噴火、噴火、うん、あ、でも開き出したね、うん、もうそれこの2人を取ってね、カリフローレです。カリフローレ、うん、で、これがもうちょいだな。このカリフラワーとの違いは分かんない。これただこれが開く、うん、開くあのスティックみたいに、スティックブロッコリーみたいに開くんだよ、うん。ああ、これはね、うん、カリフローレのね、ずっとこう、うんうん、で、それで収穫するんだ。あ、なるほどね。意外とさ、ちょっと、はい、スターがある、はい、これがカリフラワー、はい、で、こちらがカリフローレ。あ、なるほどね、はい、これ違い、ちょっと書いてあったよ。普通カリフラワー佐賀さんしてもらって、はい。あ、同じじゃない、根っこは、根っこ同じだね、コメと。あ、花になっちゃったじゃん、ね。こっちがカリフラワー、うんうん、こっちがカリフローレ、うん、なんか食べ応えありそうだ ね、 ね、こっちの、あれ、ちょっと手やってもらってですか。あ、これカリフラワー、カリフラワー、あ、これもやっぱこれが大きくなるというね、はい、なるほどね、ありがとうございます。まだいっぱい予備軍がほら、いっぱいいる。あ、予備軍がね、これも、あ、うん、これもカリフラワー、カリフラワー、はい、葉っぱが違うんじゃない、だけどカリフローレとね、向こうのと違うね、このね、立ってるもんね。このブロッコリーもこれでかいよね。もう、あ、そう、なんか違う、うん、取らなきゃダメだ、べちゃっとした感じだよ。これはブロッコリーです。でもさ、春だともうこんなやったら絶対もう花咲いてる、咲いてる、うん、ポチポチと黄色いの、うん、うん、これなんだっけ、この葉っぱ、オータムポエムだって。オータムポエム、ポエム、あ、ポエム、そこのところに花が咲いてる。意外と難しい名前だった、今聞いて終わって。これ花が珍しいの、これ。これね。これ何、これ。これはね、うん、赤長二十日大根って。赤長。赤長ハツカ大根。あ、そうなんですか。赤長ハツカ大根。あ、すごいですね、これ。これ新種だよね、これね。そこは赤株だね、普通のね、うんうん、はい。ここからはね、畑ツアーといいますか、周りの人の畑も見学していきます。何をやってるの。スティックブロッコリー。あ、これもいいや。他のこういう葉っぱの間からも出ちゃうの、うん、スティックセニョールっての、うん、スティックブロッコリー、スティックブロッコリー、うん、ブロッコリー、これブロッコリー、これ4種類ぐらいでやったのかね、今日言いました。これ全部クッキーブロッコリーだ。クッキーもう石が立ったらあのすごい出てくる。うん、うん、ここにモグラがわーっと走ってたって。あ、やっぱり。あ、そう、あ、そっち行けばいい。でも食べきれない、食べきれないよ、うん、うん、虫もついてないからさ、綺麗だよ。今の時期やっぱりネキリムシにね、ね、やられちゃう、うん、うん、
これは何？あの玉ねぎ。玉ねぎです。結構うまくいってんじゃない？うまどう今何やってるんですか？里芋掘り。あ、里芋掘りね、うん、はい。収穫。あ、収穫すごいじゃない？チャンスだこれ。ぐっと寄って、はい、収穫。はい、どうもありがとうございます、はい、ね、うん、それを奥さんが収穫したと。これはキャベツの塊だところです。あ、これ？これ？うん、そう。これ畑で使う藁ですよね。畑で使う藁。おお。ブロッコリー？ブロッコリー。あ、あ、スティックブロッコリーだから。スティックだね、これね、はい。うん、なるほどね。あ、今何やってるんですか？これはね、スナップエンドウの、畑を準備してます。チンゲン菜？チンゲン菜です。危ない危ない、後ろ。はい、チンゲン菜。ぐーっと伸びて伸びて、2メーターの先に花があります。